パラビューは科学技術可視化の並列化と対話操作のための自由に利用できるオープンソースプログラムである。パラビューはデータセットのリモート可視化を可能にするクライアントサーバーアーキテクチャを持ちレベルオブディテールモデルを生成することで大規模なデータセットに対しても対話的なフレームレートを維持する。パラビューはビジュアライゼーションツールキットライブラリー上に構築されている。 VTK とはデータ、タスク、パイプラインメカニズムのための可視化サービスを提供するライブラリーのセットであり、Paraview は共有メモリ、分散メモリ型のマルチコンピュータやクラスター上でのデータ並列化を行うアプリケーションとして設計された。また、シングルコンピュータのアプリケーションとしても実行できる。Paraview はオープンソース、マルチプラットフォームのデータ分析と可視化のための アプリケーションである。パラビューは様々なコミュニティで知られ、科学的、データセットの分析、可視化のために利用されている。パラビューのユーザーは、定性的、定量的な方法を使用して、データ分析のための可視化を迅速に構築することができる。また、パラビューのバッチ処理機能を使用したプログラミングや、3D の対話操作によるデータ探索ができる。 パラビューは分散メモリ計算機資源を使用した非常に大規模なデータセットの分析のために開発された。パラビューは小規模データをラップトップ上で処理できるだけでなくテラスケールのデータセットを分析するためにスーパーコンピュータ上で実行することができる。パラビューはターンキーアプリケーションであると同時にアプリケーションのフレームワークでもある。パラビューの基礎となるコードは 迅速に垂直的アプリケーションを開発するために、その全てのコンポーネントが再利用できるように設計されている。この柔軟性によりパラビューの開発者は、特定の問題領域のための機能を持ったアプリケーションを迅速に開発することができる。パラビューは、分散型、共有メモリ型の並列計算機、及び単一のプロセッサシステム上で動作する。Windows MacOS, Linux, IBM Blue Jean, Cray X-T3、様々なユニックスワークステーションクラスターやスーパーコンピュータ上で正常にテストされている。Paraview の内部ではデータ処理とレンダリングエンジンにビジュアライゼーションツール、キットを使用し、ユーザーインターフェースは QT で書かれている。Paraview チームの目標は次の通りである。Paraview プロジェクトは、 米国商務省のアスクビューズ計画による資金提供を受け、ロスアラモス国立研究所とキトゥアや株式会社の共同作業として2000年に始まった。最初のパブリックリリースは2002年10月に発表された。キトゥアはパラビューとは別にウェブベースの可視化システムを2001年12月に開発した。このプロジェクトは 米陸軍研究所のスパーズフェーズ1、によって資金提供を受け、最終的にはパラビューエンタープライズエディションとなる。この PB はパラビューのクライアント、サーバーアーキテクチャの開発に大きく貢献した。2005年9月、キットウェアとサンディア国立研究所及びクシモソフトはパラビュー3.0の開発を開始した。 パラビュー3.0は2007年5月にリリースされた。2013年6月、VTK6.0 をベースにしたバージョンであるパラビュー4.0がリリースされた。バージョン5.0が2016年1月にリリースされ、このバージョンには新しいレンダリングバックエンドが含まれた。可視化機能入力。 出力とファイル形式ユーザーとの対話大規模データと分散コンピューティングスクリプトと拡張性 AB p a r a ー i e w 5.81リリースノーツ2020年9月26日閲覧ニックレスルーベル p a r a ー i チュートリアルフォークライメートサイエンス DKRZ ドイチェスクライマリシンェンゼントラム、http コロンスラッシュスラッシュ mms.dkrz.de スラッシュ pdf スラッシュビススラッシュ paraview.pdf、hatab、アトカーシュヨットシット、ザパラビューガイド、A パラレルビジュアライゼーションアプリケーション、キトゥアヤ、インク、ISBN、 19億3 0九0 9 3万 4300http コロンスラッシュスラッシュ www.paraview.org スラッシュ paraview-downloads スラッシュダウンロ .php サブミット, <Hait companies> ミットイコールダウンロードバージョンイコ <ful> ール v5.0& タイプイコールデータオスイコールオール ダウンロードファイルイコールパラビューガイド CEV5.00 PDF ハットキトウェアキトウェアサインズコントラクトツーディベロップパラレルプロセッシングツールズ2016年3月8日閲覧キトウェアパラビュー3アルファリリース2016年3月8日閲覧キトウェアパラビュー4.0 1 a ベ a i l a b l e f ー r d o w 2016年10月11日閲覧。KitWare Paraview 5.00 Available for Download。2016年10月11日閲覧。KitWare Paraview Plugin Hout。2016年3月8日閲覧。KitWare Paraview Extending Paraview At Compile Time。2016年3月8日閲覧。 デビッド・ハイムサンジア・ナショナル・ラブス・アチーブスブレイクスルーパフォーマンス・ユージングエヌビディア・テクノロジー・フォー・サイエンティフィック・ビジュアライゼーション2016年3月8日閲覧オープンクフード・リミテッドオープンフォーム V3.0 ニューポストプロセッシング・ファンクショナリティ2016年3月8日閲覧ラッセル・テイラーコンプサイズ MTSC715 ビジュアライゼーションインザサイエンシズ。2016年3月8日閲覧。ナショナルセンターフォーコンピューテーショナルサイエンシズアットオーク、リッチ、ナショナルラボラトリー、ランニングパラビュー、オンタイタン。2016年3月8日閲覧。ありがとうございます。